では小塚さん、お願いします。はい、改めまして皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。教育指導部勉強会ということで、なんか今まで教育指導部の勉強会、斎藤会館でやってると、まあ、少ない時は本当少なくて、多くても10人ちょっととかって感じの時が多かったんですけど、今日はありがとう。やっぱこういう形ってすごく、まあ、そういう意味ではいいなと思います。こうやって全国で、から見ていただけるということは。で、まあ、今日本当に 大雨で大変だと、皆さんの地区どうなんでしょうか。なんかニュース聞いてると本当大変だったんですけど、こう何事もなく終わってくれるといいんですけど、うちの方はまあ雨は大したことないんですけど、ただうちの店の前は道路ちょっと水たまりやすいので、土のうは15個ぐらい用意はしてるんですけど、まあ、何事もないと本当にいいんですけど、今日はですね、今ご紹介いただきましたようにメンズマッシュを裸にするということで、メンズマッシュを裸にするということで、あ、今日加山さん来てますよね。はい、加山さんいますか。はい、来てない。一番裸を期待していただいているのは加山さんかなと思ったんですけど、着てないんであれば脱ぐのやめます。このまま行きます。加山です。あ、いました。お疲れ様です。 あとで1枚ずつ脱いでいきますんで。あ、楽しみにしてます。はい。よろしくお願いします。まあ、メンズマッシュ裸にする。パソコンのウェブカメラとよりもちょっと違うかなと思うんですけど、今やっとカメラマンってお持ちになって、でズームもできるし、まあ、いろんなことができるんで、まあ、いろんな講習、オンライン講習なんかにも使えるんじゃないかなと思うんですけど、実はこれ、このカメラがこのパソコンで作動するの今日が初めてなんです。この間一度練習しようとしたら、うまくいかなくて、今日は絶対失敗できないということで、先ほど井水さんから釘を刺されたというか、今のところカメラ大丈夫ですけど、まあ、内容に入りますと、メンズマッシュを裸にするということなんですけど、マッシュって今本当に流行ってると思います。もうちょっと上げてね。どうするの、はい、男子も女子もですね、男性も女性もで、まあ、女性といっても、まあ、ベリーしてつくかどうかもかなりのショートヘアになっちゃうので、まあ、普通の長い人ではないんですけど、ちょっと、まあ、女子高生なんか本当にすごいマッシュ、スポーツやってるような子はマッシュが多いと思います。で、男子も本当高校生もそうですけど、まあ、普通の社会人まで、もうそういう若い人だけじゃなくて、もうおじさんもマッシュの原型でアレンジしたスタイルが多いと思うんですね。で、これ、このウィッグですね、縦横比大丈夫なんですかね。このウィッグは今フォーマル部会で、教育指導部のフォーマル部会で実はマッシュの勉強会やってて、これちょっと途中のウィッグなんですよ。で、マッシュっていうとなんか周り刈り上げるっていう感じあるんですけど、これ2ブロックなんですけど、こんなに厚いんですよ。こっち全然刈り上がってないんですね。で、マッシュだからって別に刈り上げるわけではなくて、で、上の長さも、まあ、基本的なマッシュって大体このぐらいの長さが多いとは思うんですけども、もっともっと短くするようなマッシュもあります。で、それはマッシュという別に言葉じゃなくてもいいと思うんですよね。ただ、マッシュの考え方で、そういうふうに、いろんなヘアスタイルができてくる。いうことなんですね。で、まずですね、今から、ちょっと画像共有にして、ですね、画像共有にします。で、パワーポイントを動かしますので、今意見聞こうかなと思ったらミュートになってるんですよね。じゃあ、勝手にしゃべります。本当はちょっと意見、どうしてもこうなんか意見言いたいときはミュートちょっと解除して言って、またミュートにしてください。で、これメンズマッシュとはということで、
これ皆さん分かるでしょうか。向かって左側と右側、昔のマッシュと今のマッシュです。あの昔のマッシュって、例えば三上秀夫さん、ミュートちょっと解除して喋ってもらっていいですか。三上秀夫さん、はい、はい、あこれ誰か分かりますか。昔のマッシュって誰でしょう。 誰でしょうあれなんだ。これは三上秀夫先生、まだまだあれですね、もっと昔の人じゃないと分かんないですね。これ間の練習会の時ズートルビだって言った人いたんですけど、あのズートルビではなくてビートルズの一人ですね。で、三上さんちょっとマイクそのままにしといてください。で、この昔のマッシュと今のマッシュの違いって、何も昔のマッシュは下唇がこう出てて今のマッシュは出てないとかってそういう問題じゃなくてですね、昔のマッシュってやっぱ2ブロックじゃないですよね、ほとんどが。で、今のマッシュは2ブロックが主体っていうか、あの刈り上げてないにしても2セクションというか2ブロックになってることが多いです。で、まあ、そのブロック2ブロックだっていうこともそうなんですけど、ウェイトポイントが高いですね、今のマッシュの方が。昔の方が後ろの下の方にボリュームを作ってる感じなんですよね。ちなみに今三上本部長マイク解除にしてますんで、一人質問攻めにしますけど、この人知ってますか。三上さん、加山さんは知ってますよね。加山さん解除して、いや分かんないですね。分かんないですか。じゃあ知ってる人いないですね。グループの人ですか。はい、オックスの赤松愛。あ、出た誰だ、はい、この前勝ったですね、赤松愛です。で、この人どういう人かっていうと、オックスっていうグループの人なんですけど、どう見てもこれ、まあ、マッシュの原型みたいな頭してますけどね。しかも昔のマッシュですよね。しかもこのオックスの赤松愛ってどういう人かというと、失神する人なんですよ。私当時小学校か中学には行ってないぐらいだと思うんですけど、まあ、テレビで失神する場面っていうのはあんまり出てなかったかもわかんないんですけど、歌歌ってる途中で失神してこうやって倒れちゃう人なんですよね。で、それが売りなんですよ。で、なんか私なんか見てて子供の頃、こんなこと起きちゃってるんだ、大変だみたいな感じなんですけど、後から考えてありえないですよ、こんな歌歌ってて失神して毎回うまい具合に失神するっていう感じの。三上本部長、加山さん、ミュートにしていただいて結構です。大変失礼しました。はい。で、メンズマッシュということで、まあ、種類ですね、メンズマッシュの種類ということで、刈り上げの範囲だとか薄さをこう種類で分類するとまたここ複雑になっちゃうんですけども、ここでは全体的な長さの違いだけをちょっと見てみようと思うんですけど、基本的なメンズマッシュってまあ大体ですけど、このぐらいかもうちょっと上の方長いか、そんな感じぐらいが多いと思うんですよね。で、この上の方がですね、もうちょい短くなると少し段が入りますので、やっぱボブっていうイメージからどん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 こう変わっていきます。で、マッシュって最初言うの忘れましたけど、マッシュルームなんですよね。マッシュルームボブなんですよね。だから本当にさっきの赤松愛のスタイルなんか、本当下の方だけブツブツブツって切って終わりみたいな感じなんですけど、で、まあ、今よくマッシュルームって女の、だいぶ前の小学生なんか、下向くと顔にかかると嫌なので、マッシュルームみたいにこう切り揃えるとか、そんな感じの頭が多かったですけど、原型はマッシュルームなんですけど、マッシュルームボブなんですけど、今のメンズマッシュというくくりの中ではもうボブという雰囲気は結構なくなってるんですよね。で、こうやってレイヤーになって、じゃあそれにですね、
そぎが入ります。でそぎ入るとさらに軽くなってきます。でまだメンズマッシュっぽさっていうのはここにはあると思うんですよね。でまあそぎのない多分ビートルズだったりとかそのグループサウンドだったりあの辺の時代ではあまりそいでないと思うんですよね。メンズマッシュというものはそがないで終わるということはまあ多分ないじゃないかなと思うんですね。でこれがもっと短くなっていった時にいやこれマッシュっていうのかっていう感じですけども今メンズマッシュという検索をかけるとですねこんなヘアスタイルがいっぱい出てきます。もうちょっともちろん長いのも出てくるんですけどだからもうマッシュというものがどんどんこう一人歩きしていってあらゆるものをマッシュと言っているみたいな雰囲気もあるんですよね。でそれはじゃあなんか歯止めがないのかっていうとやっぱりカットのそういう延長メンズマッシュのカットの延長線上でどんどんショートヘアになっていったものに対してメンズマッシュっていうということですね。だからミディアムカットをメンズマッシュとは言わない当然言わないんですけど、まあ、そんなようなくくりですね今は。でハーフロングというスタイルにもうミディアムカットの短めとハーフロングっていうのは本当に隣り合わせというか近いと思うんですけどそうすると別に違うスタイルというよりもちょっと長めか短めかぐらいになってきます。でハーフロングの延長線上にブロースがあるって言ったらちょっと言い過ぎかもわかんないですけどでもハーフロングの先にこうモヒカンみたいなのがあってその上がこうなくなってくるって考えるとまあブロースみたいなスタイルも応用になってくると思うんですね。でそういうふうに基本のことだけを考えてこう一列に縦に並べましたけど今言ったようにそのミディアムカット左の 上の方にモヒカンって書いてありますけどまあハーフロングの延長線上にはモヒカンがあると。でこの図まだ左の方にはマッシュのことも書いてありますけど上に行くに従ってショートです。下に行くに従ってロングです。そして左の方に行くとソフトで、右の方に行くと今これ多分端っこ見えないかもわかんないんですけど、ハードになっていきます。でクラシカルバックとかっていうのは非常にもうハードなシャープでハードなスタイルモヒカンだったり今流行りのフェードカットだったりそういうミディアムカットを応用していくものだと思うんですけどでそれがミディアムカットの応用の一つにマッシュというものがあると思うんですが今言ったようにマッシュっていうのがショートからロングまで非常に幅広いこと広くこう応用できることを考えるといろいろなさまざまなマッシュ的なものがあります。そうするとミディアムカットの応用でマッシュがあったりメンズボブがあったりショートレイヤーの刈り上げがあったりというのではなくて一箇所そこに、まあ、ハブ空港のようなこのマッシュという一つのこう起点となるものを置いておくとヘアスタイルっていうのを非常に理解しやすくなるしまた応用が楽になるんじゃないかと思うんですね。だからヘアスタイルカットスタイルの体系図として基本ミディアムカットを軸としたハブがある中でもう一つマッシュというものをハブ的なものとして考えて、やるといいんじゃないかなというのがこれがまた今日の一つの提案です。で今度ですねマッシュってやっぱり2ブロックが入っているのがまあ一つの特徴なんですけれどもその2ブロックをですねとりあえず刈り上げると、まあ刈り上げないもさっきのウィッグにあったようにありなんですけどとりあえず刈り上げるってことを考えると今の刈り上げというのは3つに分けて考えると分かりやすいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でその3つっていうのは何かというと、まあ、1つはサイドですね。でそして、バックです。まあ、バックといってもここももう場所をどう見てもネープなんですけど、まあ、一応ここちょっとバックと名付けます。でそしてもう一つはサイドバックなんですけども、でサイドっていうのはサイドのイメージを作るためのものだと思うんですね。でバックも同じなんですけどバックっていうのはネープの刈り上げによりバックのイメージを作るものですね。でじゃあサイドバックって何かっていうと
サイドとバックとのつながりを作っていくものだと思うんですね。でこういうふうにまず大きくこう考えるとですね、その場所その場所を目的を持てると思うんですよね。でじゃあそのイメージっていうのは何かっていうとですね、ここに借り上げ部分のチェック項目って書いてあるんですけど、ここに5つの項目があるんですけど、借り上げ部分の厚さ、白を強調させるか和らげるか、サイドで考えた時にマッシュのサイド、まあ、2ブロックのサイドって考えてもいいんですけど、僕考えた時にどのぐらい白さを出すのか、白さを強調するのかって非常にこれ大事なことですよね。もし仮にフェードみたいな頭にすることを望んでるお客さんが来た時に1ミリぐらい の1ミリの厚さで終わっちゃったとしたら、それはもう満足しないですよね。たったそのだけのものであっても、でも2ブロックのサイドを5ミリぐらいにしたいんだっていう人に対して1ミリまで入れちゃったらもう短すぎちゃいますよね。で、まあ、バリカンで言うと例えばじゃあ8ミリぐらいだけでいいんだと、下の方のもみあげのところはまあちょっとぼかして、そういう人にもう本当に薄いのにしちゃったらダメだし、で刈り上げでもハサミで刈り上げてほしい人にバリカンなんか入れちゃってもまずい、まあ、とにかく白厚さっていうのは白さを強調させるのか強調させないのかっていうのがまず大きなことと、でそれは和らげるのかどうなのかってことなんですね。強調させるか和らげるかということですね。で2ブロックでサイドを白くして、例えば帽子をかぶる人なんかだと帽子かぶった時に上の黒い上の腹毛部がこう隠れるんですけど、帽子の角度にもよるんですけど、その刈り上げの白さがバーンと出るんですよね。でそれって帽子に合うんですよね、なんか白さが。でそれはそのお客さんもよく知ってて、帽子だったりとかそれとか調理をする人なんかでもなんか白い帽子みたいなのをかぶった時にこの白が出るからいいとかって、で出るからいいって言うってことは逆に言うと嫌な人がそんなもん出ちゃったら困る、嫌だっていう、もう非常に微妙なところだと思います。だから刈り上げ部分の厚さは非常に大事なところで、2番目にですね、刈り上げ部分のソフト感ですね。でこのフェードなんていうのは本当にこうシャープにするスタイルだと思うんですけど、何でもシャープにすればいいってもんでも当然なくて、刈り上げっていうのはソフトかシャープか、まあ、中間的なものもありますけど、もうその中どの辺をイメージするかっていうことを技術者がこう決めてやらなきゃいけないと思うんですね。サイドはシャープで、ネープはソフトでとかってこともあると思います。まあそういう大事なことなんですけど、ソフトの反対がここはやっぱハードじゃないんですよね。やっぱシャープなんですね、ぼかしっていうの言葉で言おうとすると。だからクラシカルバックなんかだったらもうソフトなんてことありえないですね。やっぱシャープなぼかし、ビシッとしたぼかしですよね。だからちょっと、マッシュみたいな頭だとあんまりネープはシャープすぎない方が、合うことの方が多いかもしれません。で刈り上げ部分、3番目として刈り上げ部分の前後のつながりということで、サイドの刈り上げとネープの刈り上げとサイドバックというその3つの刈り上げ、まあサイドバックは刈り上げないも一つ の考え方なんですけど、刈り上げるも刈り上げないも一つの刈り上げというふうに考えた時に、それは刈り上げの範囲と色彩の方向性が作るこの前後のバランスってことは、例えばミディアムカットの裏返しではないバランスっていうのがサイドを取れば裏返しになっちゃうのと同じように、その2ブロックにも当然前後のバランスがあります。当然そこは考えなきゃいけないことだと思います。ただ裏返しっていうのはミディアムカットでは当然こうやっちゃいけないことなんですけど、ファッションっていうのは、まあ、いけないものが逆にファッションになっていくというかですね、まあ、そんなこともありますというか、今更そんなこと言うまでもないことぐらいなんですけど、まあ、それも狙いのうちということですよね。で4番目にブロック線の形ということで、ブロック線というのは刈り上げの範囲ですから起毛部と腹毛部の境目のことですね。それは刈り上げも決めるし、その上の腹毛部の形も決めるわけなんですね。で
上部っていうのはその腹毛部のことなんですけど、そのどのようにその境目を取るかによって今度上の部分ですね、刈り上げもそうですけど、その上の部分のシルエットのバランスとかっていうのがこうできていく。そして5番目にブロック線上部の毛髪の長さとカット状態ということで、まあ、これは最初にマッシュの種類のところで言いましたけど、ブロック線よりもその上の毛髪の長さによってマッシュっぽさだったり、マッシュから遠く離れた、まあ、脱マッシュみたいな感じのものだったりとかですね。そして長さと同時にこのカット状態ですよね、まあ、ソグとかですね、まあ、上の方だったらソグソがないってことですけど、下の方だったらこのラインを重くするか軽くするかというようなことですよね。で今度ですね、2ブロックっていうものを考えた時にバックの2ブロックとサイドの2ブロックっていうのは、まあ、同じ2ブロックなんですけどちょっとニュアンスが違うんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でここに3つの点があります。赤点はさっきブロック線って言いましたけど、刈り上げと、要するに腹毛部の境目です。で青点はその赤点のその上の毛の毛先の位置です。で黒点っていうのはこのバックではですね、黒点っていうのは、シルエットウエイトポイントというかシルエットの位置なんです。このウィッグ切りますけど、これ見えてますかね。じゃあこれ実際いきます。で今度ここからですね、皆さん質問も随時 OK ですので、ミュー質問とかちょっとそこどうなのかいろいろあったらミュートを解除していただいてお話しください。で今こっち側がメイン の画像なんですけど、もう一つこっちのですね、ヤスコって書いた名前の方には横からのやつを固定で、今撮ってます。これいいんですか。小塚さん、はい、質問があったらそのやりながらでも質問していいってことですか。そうですね、解除ってできるんですよね、それぞれ。はいはい、わ、はい、かりました、はい、では皆さん、ご覧の皆さん、やりながらでももし質問したいことがあったら自分のマイクボタンを解除していただいてご質問ください。先ほど説明しましたように、あ、これですね、これ最初にお見せしたウィッグなんですけど、2ブロックといっても全然こんな刈り上げてない2ブロックもあるし、またこれほとんど揃ってるんですけど、こういうふうに2セクションでもこの毛が長くなってこっちが短くなるってことも当然ありますよね。でもここで切り返してあることは確かなんですけど、こんな感じですね。いろんなスタイルある中で、これでですね、ちょっと長めと短めっていうか、一つはマッシュの、かなり短めのマッシュなんですけど、でもう一つはさらに短いマッシュ、これマッシュなのかっていうような頭と両方作っていこうと思います。で今ですね、これが実はこれここないです、取っちゃってます。でここ活かします。お客さんの中でもですねいるんですよね、結構こうやって自分でバリカンでこう取っちゃう人が、もうそこはもうそこをどうしようかみたいな感じでやるんですけど、で切っていく順序って別にルールはないと思うんですね。だから好きでいいというか自由にこうカットしてっていいと思うんですけど、たださっき言ったように刈り上げを3つの刈り上げを意識してやるっていうことですね。で、まあ、サイドはここを生かしますんで今バックからいきますね。でバックはですね、あ、そうか、ちょっとこっち向けますね。じゃあこっち側にこういう感じ、
この位置がですね、さっきの赤点っていうのがここなんですよね。この位置なんですね。赤点ここです。これをどこにするかってね、非常に大事なことですね。で、あんまり低いとやっぱり今のマッシュっぽいっぽさって出ないと思うんですね。で、ここはこれでちょっとこのハサミでですね、取ってみます。刈り上げっていうか、まあ、刈り下げっていうとこっちの方からこうやって切っていくのを刈り下げって言いますけど、まあ、場合によってはここからこの辺に2ミリかなんか入れてもいいんですけど、そうするとボケると思うんですね。まあ、ちょっとそんなイメージでこのぐらいにしました。そしてこれネープサイド、あ、バックって言いました。サイドバックですね。これサイドバックなんですけど、この長めのスタイルの場合にはサイドバックっていうのはこれ後で切ります。要するにこことここをつなぐということで、つなぐというのは刈り上げをつなぐもそうなんですけど、このシルエットをつなぐということも含めてこれは後で切ります。で、今度この上の毛なんですけど、これをですね、まあ、これもサイドと、まあ、刈り上げの上もサイドとこのバックとサイドバックの順序をどう切るかなんですけど、今日はちょっとサイド両サイド切ってからバック切ってこのつなぎという感じで切ってみます。全然今日見えてないですね、刈り上げ。で、ここを白くしたからといって出すかっていうと、それはもうお客さんよりきれいですね。インナーカラーみたいなもんで、短くし薄くしといて隠す人もいれば、厚くしといて出す人もいれば、いろいろですよね。まあ、今日はちょっとこの辺、1回目のスタイルとしてはこのぐらいの長さで、こちらですね。これ角度虫です。これ角度虫。前下がりにするのか前上がりにするのかって、マッシュだからといって必ずしも前下がりでもないし、案外こう前上がりにすることもあるんですけど、ただ前上がりにして前髪短くするっていうと、ちょっとやっぱりここって前髪まで切っちゃったら全部短くなりますので、で特に今のマッシュは、まあ、今のマッシュというか今の、まあ、若い人なんか特にそうなんですけど、前髪って短くする人はするんですけど、もう短くしない人っていうか、普通は目よりも下って考えた方がいいですよね。若い人の場合には目よりも下が普通っていうふうに考えた方が、まあ、年配の人だとね、もう眉毛より上とかってこう感じですけど、でも目よりも下なんですけど、お客さんが言う注文は前髪どのぐらいにしますかって言ったら、 目の上とかって言うんですよね。で、目の上だからといってもう本当に目出しちゃったらもう絶対ダメですよね。もう目の上って言ったら目の下、眉毛って言ったら目のギリギリ上ぐらい、眉毛の上って言ったら眉毛ぐらいって考えた方がいいですね。それと、まあ、そういうふうにお客さんのイメージっていうのは言ってることと違うっていうのもそうなんですけど、それと長さの捉え方なんですけど、まあ、ビッと切り揃えるんだったら目と眉毛の間って言ったらこうなんですけど、これに今度バラバラな感じがなった時には、そのバラバラの真ん中を指してその人の長さって考えるといいですよね。そうするとじゃあこの人の目って考えた時に、じゃあそのバラバラの毛先はもう目よりも1センチ下で、上の方短い方はもっと上、その平均が目だとしたらお客さんが言う目になるってことですね。それプラスそれ以上に長め、まあ、なんで長めかっていうと、やっぱり切りすぎたら本当に終わりですよね。切りすぎちゃった、ミディアムっぽく、後頭下部があって、後頭部45度と、
60度と75度とあります。でそのこの45度、60度、75度っていうのはすごく、まあよくできてるなと思いますけど、昔はねこっちから切ったんですよね。っていうか今の人は昔のことなんか知ることないと思うんですけど、こういうふうに連続狩りのうち救い狩り極死で、第二運行連続狩りのうち救い狩り極死ってこう15度こっちから数えるから15度30度ってこう数えるんですけど、そういうふうに切っていった時もありました。でそれが今はこっちからこう切っていくんですけど、こっちから切っていくことによってこう頭ってここ出てるんですよね。後頭部っていうのは高いんですよね。高いんです。ビデオも一緒に回転しちゃったら意味なくなっちゃうよね。高いんですよね。で高いところっていうのは切らない、高いところ切らない。斉藤隆一先生が高いところっていうのは切らないっていう考えがあったっていうふうに聞いてます。高いところは切らない。だから後頭部も第一運行ゼロ度っていうのをなくして両方からこう合わせたんですけど、でまず45度っていうのは45度っていうのはこれ45度だし、この角度も45度ってことはこれここで完全にこう奥行き進む角度ができてるんですよね。それでまたそこに10プラスというかマイナスというか15度があって、でまた15度があるから、すでに45度という角度で立ち上がってるから、もう行き着くところはもう奥行きが出るようにできてるってことなんですね。でそれを考えるとまあその形が分かれば今度逆にどっちから切ってもいいと思うんです。斉藤先生が開成カットをこう作られた時に、それは私は斉藤先生ってお目にかかったことないですから聞いた話なんですけど、僕はできるけどっていうことを言って、だけどここを切りすぎる人がいるからこっちの回線カットにするんだっていう話をされてたってことを聞きました。だからそれは枯れる人はもうどっからでも切れると思うんですけど、でそうなってくると今度はこの形をまずは理解して切っていくことが大事だと思うんですね。でじゃあまずこの形、このスタイルの中でのこの奥行き感というか形を理解して、でしかもさっきのこの黒点の位置ですね、これを理解していった時に、じゃあこれどのぐらい切ったらいいなのかといった時に、じゃあこのさっきの青点ですね、青点の位置はどうするのか、もう赤点は決まりましたので青点の位置はどうするのか、黒点の位置はどうするのかってことを考えて展開図を想像していくと、ここにまずはミディアムでいう75度ぐらいの角度なんですけど、75度があって、で、まあ、60度ぐらいがあって、でここにも75度があって60度、今度はここからは逆にこっちから降りてくるというかですね、先にまず切りすぎないようにこう決めといて、そこから降りてくる感じです。ここで長さ決めといて、で60度ぐらいで、まあ別に3回できるってことじゃないんですけど、展開図を考えてですね、だからここの長さもどのぐらい必要か、ここだなってここですね。でそれがここで1センチ切ったからここ1センチってことはもちろんないですよね。もう前回のカットってどうなってるか分かんないですから、でここでここから降りてくると、45度の角度のところまで降りてくるって感じですね。もう一回いきますね、ここからですね。そしてそうするとこの辺長さの残ってくると思います。ここまで後で切ります。今度こっち側ですね、このぐらいにしてこう入っちゃったんですかね、ここに入っちゃって、で今度はここですから感じるところですけど、ここも切れてますのでちょっと揃えながらですね、ここはもう完全にこれサイドに合わせます。消毒しました、一つ盛りです。で今度こっちですね、
こう一通りこう割りました。ここはまだ後で切ります。でフェイスレ、前髪ですけど、さっきの前髪、今のスタイルは前髪非常に大事ですので、すでにあのマッシュというイメージよりは短いと思うんですけど、今日はそのマッシュの原型をというよりもマッシュで応用していった形っていうのを、まずは一つの長めで、切ってるんですけど、で今ですね、ここですね、ここですけどね、ここを今切るのか、ちょっと上の方削いでから切るのか、それはその時によってなんですけど、でこういうスタイルをどうやって切っていくかという中で、私はお客さんやるときには案外早く切っちゃいます。どのぐらいで切るのかっていうと、ここ膨らんじゃうんですね、ここが。でここ締めるためにもやっぱ取った方がいいんですけど、で刈り上げるのか刈り上げないのかっていうのは、別にここ刈り上げたから刈り上げなきゃいけないんじゃなくて、全然刈り上げなくてもいいんですけど、あとはどうし、でまたなおかつこう2ブロックにするのかしないのかっていうのは、もうこの辺はもう技術者の判断だと思うんですけど、例えばこうやってここだけ、今ちょっと避けて切りましたのでちょっとかぶってます。こうやってやるともう、そういう意味ではこの辺なんかは別に今見ましたように2ブロックにするとかしないとかっていうのはもう技術者の全く判断だし、ここもそうですね、こんなスタイルだったらここも2ブロックにするかしないかなんてのは技術者の判断ですよね。でサイドはやっぱりこれだけ白くするっていうのはお客さんに確認取らないと、こんなの必要もないのにこんなことしちゃったら無理、気に入っていただけるわけないですよね。で今からもうちょっと短いスタイルも切っていくんですけど、このこういう考え方ですね、サイドの刈り上げ、ネープの刈り上げ、サイドバックの刈り上げをどうするか、でサイドはサイドのイメージをどうするのか、バックはバイドのバックのイメージをどうするのかってことで、作っていくということですね。でじゃあ何でもかんでもサイドを切って、でバック切ってサイドバック切ってっていう3つに分けるかっていうと、別にそれはそういうことじゃなくて、もっと短くなって、さっきの最初の、画像の中でですね、一番最後のスタイルなんか本当全部刈り上げちゃってるんですけど、まあそういうふうにずっとこうつなげることだってもちろんあるんですけども、あってもやっぱりサイドはサイドのイメージをどうやって作るか、バックはバックのイメージをどうするか、ここはそのつなぎをどうするかっていう中でのこのつながった刈り上げだと思うんですよね。で、まあ、ちょっとだけこの長さ、これだけ取るだけでも全然違いますよね。これちょっとでも空いてます、最初から。これでこれ今一つ目なんですけど、今から短く切りますけど、ここまでの中で、さっきのあれも含めてですね、もうちょっと前傾取れない、アップじゃない方、あ、そう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 、何か質問ございますか、今までの中で。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ行きます。はい、お願いします。はい、じゃあこれですね、もうマッシュじゃないだろうっていう思ってる方いるかわかんないですけど、もっとマッシュじゃなくします。でなんでそれをマッシュと捉えるかっていうと、応用でできちゃうからっていうことなんですね。応用でできちゃうからと。で
サイドが今短いですから、このサイドをですね、そうですね、あでもやっぱりこのサイドバックは後で切りましょう。やっぱあの順序としてはさっきと同じようにですね。で今度はですね、バック取るんですけど、どうせサイドバックもつながってきますから、ここから上げます。こうやってですね、もちろんこれバリカンで取っちゃってもいいし、あのバリカンで切ることって多いと思います。この後ろはですね、今 YouTube で本当にいろんな情報出てますので、美容師さんの切るマッシュっていくらでも動画見れる感じですけど、もう全部バリカンでこう取っちゃったりすることもありますけど、まあそれはデザインですから、それでデザイン通りできるんであればそれはそれでいいと思うんですね。で全然バリカンでここまで取っちゃうの全然否定するわけじゃなくて、私もあります、ちょっと厚いバリカンで取っちゃったりすることも。それと本当はいけないんですけど、切り直しの時ってもっと上まで取ってほしいんだって後で言われた時に、まあ厚いバリカンでバーッと取っといて、で、まあ、下の方はもう切れてるんでそれで調節すると、で上の毛ってさっき言ったようにもつながってなくたって削いでつなげちゃうことできるんで、そうすると刈り直しって案外楽だなって感じですね。刈り直しがないようにしなきゃいけないんですけど、でここさっきソフトにって言いましたけど、すけばソフトになるっていうもんでもないんですけど、ぼかしそのものがシャープかソフトかってことあるんですけど、一つにはすいてソフトにするってことも一つのソフトの出し方ですよね。でここではサイドが結構白いんで、もうちょっとつなげた方がいいので、ここはもうちょっと取ります。まだこの辺も切ってないんですけど、全体のイメージも切るぞっていう感じの時にはもう上から切り込んじゃうといいと思うんですね。これ立たすぐらいの感じに、ただマッシュっていうことを考えてショートヘアにするときには、ここ短いからといって、ここ短いからといってこの辺まで全部切っちゃうっていうんじゃなくて、ここはここ後ろ後ろって考えるといいと思うんですね。じゃあここは手を切るかどうか分かんないですけど、丸く、まあ、これだってこじつけってこじつけにもなるかもわかんないですけど、天頂部のミディアムのカットと全然無関係じゃないというか、天頂部のカット第1うんこを切ってって第2うんこを切ってって第3うんこを切っていくってことは、第1うんこのこの切り口、第2うんこのこの切り口、第3うんこのこの切り口っていうことを考えていけば、ミディアムカットの応用っていうか、あえて別につなげる必要はないとは思うんですけど、ミディアムカットに何でもかんでもつなげる必要はないと思うんですけど、でもつながっちゃうような気がするんですよね。ここであんまり音を立てるとまたあとでフォーマル部会で言われちゃうんで。
切る感じですね。まあ、あのスライドカット一つ取っても本当に細かくやるとすごい時間かかるものですけど、ちょっと今日は簡素化した形で、ついでにこっちまで持ちます。そして、これだとこのかぶさってる毛がもうちょっとあれなんで、ここはすいちゃいます。切る必要があるところはってことですね。例えば今ルーツセニングしましたけど、ちょっとここやっぱり毛先がまだちょっとこう重い感じですよね。これだとの量も当然大事で、中間のあの削ぎも大事なんですけど、そこまでやってもやっぱ毛先が重いとやっぱりなんかブツッとした感じになっちゃいますよね。はい、2つ目これでですね、でちょっと今日のところまとめますと、今マッシュというスタイルが非常に流行ってます。でマッシュというのはマッシュルーム、ボブ の応用です。でマッシュルームボブって昔からあるスタイルですけど、まあ、メンズのマッシュルームって考えた時に、で昔とはもう今のマッシュルームっていうのはもう全然違うと。でそれでそれを応用してた、まあ、もちろんマッシュルーム今先ほど言いましたようにフォーマル部会でこの勉強会でこれカットしてるんですけど、何回時間かけてここまで来た、これまあ途中ですけど、時間かけたかっていうぐらいにですね、本当奥深いスタイルなんですけど、まあ基本通りやると本当そうなんですけど、それを応用していくことで、長さの応用、技法の応用、応用していくことで、もう今のスタイルっていうのがほとんどできちゃうんじゃないかっていう発想からの、提案です。で、そんな中で、この刈り上げ、まあ、今2ブロックっていうのが非常に多いの でしかも2ブロックっていうのは目的としての2ブロックもあれば、技術者が手段としてやる2ブロックもあるということで、その2ブロックはやっぱりサイドっていうのはもうサイドのイメージを作るっていうことで、これだけの白さって、まあこれ今まだかぶってますけど、これもっと取ったらもう隠しようないですね。いつも出てますよね。でこのいつも出てるっていうのがですね、よくて出す人はよくて出してるわけなんですね。でここがフェードの白さと同じで、これを必要とする人はこれじゃなきゃダメなんですよね。でだけど逆にこれじゃ薄いっていう人に対して、1週間例えば元に戻るようじゃなくて、もう取っちゃったらダメなんで、やっぱりサイドはサイドのイメージ、バックはバックのイメージ、そしてこのつなぎ、バックサイドバックのつなぎのイメージということですね。まあ、そんなことを考えてやると非常になんかカットが楽しくなるというか、分かりやすくなるというか、そんな感じで本当に、なんだみんなツーブロックマッシュじゃないかって思えるぐらいに、マッシュの応用っていうふうにお客さんの頭ってそんなふうになってくると思います。で、先ほども質問なかったですけど、もう一度、今日の最後にですね、もう一度質問とか、まあ、この内容についてのご意見とかお聞きしますけど、
すみません、ちょっとじゃあミュート解除してもらっていいですか。いいですか。で、伊田さん、はいはい、こんばんは。こんばんは。あ、熊本いかがですか。はい、おかげさんで、中華の、まあ、一応、うちの方は大丈夫だったんですけど、まあ、もう、八代とか人吉とかはちょっとひどいですね。大変ですよね。ですね。また話戻します。今日のところ何か気になったところとかあったらお聞きしたいんですけど。気になったところ、特別お前に聞かないんですけど。そうですか。わかりました。はい、あとどなたかありますか、何か。ちょっとどなたが出てるのいらっしゃるのかっていうのはちょっと分かりにくいんですよ、ここからだと。ギャラリービューにしてもらって。ギャラリービュー。 ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。一つは今日はですね、初めてビデオカメラですね、最初にも言いましたけど、どうしてもそういう、まあ、簡易的なものですと、今スマホで単純に撮影して配信すればできるんじゃないかっていうところだったんですけど、それではやっぱりスマホではですね、限界があるっていうことから、ビデオカメラを通して今日は初めて配信をさせていただきました。で、実際何回か検証した中でようやく今日、まあまあ私も見させていただいて、まあアングルの撮り方とかですね、そういう今の画面共有とか、まだまだいろいろちょっと不備がある中でも一つは実証できた形じゃないかと思います。で、まあ、これを機にやっぱりちゃんと配信する設備をですね、今一度整えまして、またこれから皆様に対してはちゃんとしたものをお届けできるように、まあ、させていただきたいと思っております。小塚さんは大丈夫ですか。もうちょっとコマーシャルしていいですか。はい。来週月曜日なんですけど、日議会いいですか、はい、教育指導部の中のということになりますけど、経営部会主催といっても運営委員会の皆さんにご協力していただいてやってますので、まあ、日議会主催みたいなもんなんですけど、オンライン飲み会を開催いたします。で、どなた日議会で会員であればどなたでも参加できます。で、参加費無料です。で、時間はですね、7月13日の7時半から、9時半までですね。で、これはもう勉強会じゃないので遅刻早退 OK です。遅刻早退 OK ですので、で、その案内を出したんですけど、ちょっと URL と ID パスワードが変わりましたので、また日議会だよりとかいろんな形で、出させていただきます。ゆみたさん、あれもですね、公式 LINE にも出してもらえるんですよね。公式 LINE。 あ、はい、出します。で、公式 LINE の宣伝も、あと宣伝を兼ねて、そちらも皆さんのもとへ配送させていただきますんで、よろしくお願いします。あ、こんばんは。こんばんは。お疲れ様でした。ありがとうございました。お連絡させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。今日は本当に貴重な2時間たっぷり、初めてこうビデオを撮ってやったんですけど、見やすかったですし、なんかこう先がだんだんこうつながるような講習になったんではないかなというふうに思っています。皆さんも夜遅くまでありがとうございました。また次回は楽しみにしていてください。以上です。はい、ありがとうございます。それでは小塚先生、はい、もう大丈夫です。はい、わかりました。では皆さん、今日は本当に長い時間でしたけど、ありがとうございました。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 ではまた最後に改めまして、斉藤先生にご挨拶をさせていただきたいと思います。はい。では、お願いします。
します。はい、移動姿勢を改めてください。はい。では、斉藤先生の表情に礼。ありがとうございました。